よろしくお願いします。盛岡のレースマイルチャンピオンシップ南部杯が東京競馬場で行われるというのはちょっと感慨深いものがありますね。そうですね、まあ、今年はね、まあ、あの震災がありましたし、まあまあ、東北の、ね、人、まあ、僕もね、あの親類いるんですけど、はい、まあ、そういう人たちのことを考えるとね、やっぱりなんとかね、このレースでいいレースを見せてほしいな、このレースがいいレースになってほしいなといった気持ちはありますね。はい、メンバー地方馬は高知から2頭、そして、岩手からは元中央馬ですね、東京コースの後で参照してます10番のゴールドマイン、そしてもう1頭がロックハンドスター、岩手の星という名前を持っている去年の、ね、三冠馬なんですよね。あ、そうですね、あ、そういう意味ですか。あ、今気づきました。そういう意味なんだそうですよ。あ、そうですね、あ、なるほど、ドンピシャリでしたね。あの調教師の先生のお話では、あのこういったね、超一流のダートの G1 級のメンバーと今回戦うことによって、まあ、この舞台に立つことによって、このロック&スターがさらに、ね、成長してくれたらいいというふうにおっしゃってました。そうですね、まあ、強い馬と戦うことでね、やっぱり強くなりますから、うん、馬はね、はい、やはり そういった面では今後はこの馬のね、今後も注目したいですね。うん、そうですね、まあ、岩手はね、名声オペラとか名馬が出てますし、はい、あのそれだけのホース馬がいるということですから、まあ、そうですね、これから注目したいと思います。はい、さてパドックご覧いただいての、まずは何といってもトランセンドのお話から伺っていきたいと思いますけれども。そうですね、まあ、問題ないと思いますね。これだけ十分にね、稽古を積み重ねてきてますから、まあ、稽古量すごいですよね。はい、まあ、競馬専門誌を見てもらえればね、ひときわ多くスペースを取って いっぱい時計が乗ってると思いますけど、乗り込んできて、まあ、今日の体つきは全く太め感ないですし、はい、フェブラリーステークスと比べてもほとんど変わらないというか、こう遜色ないと思いますけどね。まあ、シーズン当初という、ね、ことで、これからまだ本当のね、まあ、ベストは 次かその次だと、まあ、調教師さんも言ってましたけど、はい、でも今日の時点でもうあらかたできているという感じがしますし、はい、心配ないと思います。でこのゴールドマインの次にトランセンドが映ると思いますので、一緒に、ね、ご覧いただきたいと思いますけれども。そうですね、フェブラリステークスの時ね、歩様が硬いと言ってね、はい、まあ、本当に失礼なことを言ったなと思ったんですけど、ええ、まあ、今日もね、まあ、正直に言えば少し硬いんですけど、うん、まあ、こういったことは全く心配ない、まあ、うん、ダートを使う馬に限ればね、まあ、あんまり心配しない方がいいのかなというふうに思いますしね。はい、まあ、同じリズムでずっと歩けてるのはすごいことですよ、これはね、物見もしませんしね、やはり完成された小馬だという感じはします。トランセンドの歩き方はこうだということをね、覚えておけばいいわけですよね。そうですね、はい、でフェブラリーステークスの時も回収間に行ったらこう柔らかい動きに変わったとね、海さんもおっしゃってましたよね。全然心配ないと思います。はい、さてそして休み明けで気になりますエスポアールシチ、まあ、でも野口さんどこも悪くないというお話でしたね。そうですね、まあ、去年はね南部杯の時は明らかに緩い作り、まあ、アメリカへ行くということでね、まあ、お釣りを残さなきゃいけないということで、まあ、そういった作りで、まあ、実力負けではないと思うんですよ、エスパールシチをね、はい、まあ、その後アメリカ行ってその疲れが抜けなくて、今年の前半はまあ、この馬としては物足りない成績ですけどね、帝王賞もちぎられてますし、はい、ただその時に比べたらはるかに具合はいいというか立て直してきたなという感じはしますね。まあ、今日ね、佐藤哲道ジョッキーが乗れないのは残念ですけど、まあ、彼が本当に手塩にかけてこう仕上げてきてるというかね、はい、まあ、本当に馬を作ってきてると思います。まあ、厩舎関係者全員で作ってきてると思うんで、はい、今日の感じは非常にいいと思いますよ。復活十分あると思います。もしかしたらどっちが強いか、干潮でトランセードとやって、はい、もしかしたらこっちが強い可能性もあるわけですから、今日は本当に、まあ、いい勝負してくれると思いますね。
このトランセンドとの初対戦も本当に楽しみですよね。そうですね、はい、さて3番手に上がったダノンカモンなんですが、あのパドックでは先ほど一番後ろを歩いていてちょっとうるさい様子見せてましたが、今どうですか？一番後ろはねランホルセですね。あ、ランホルセでした。あ、そうでした、失礼しました。はい、はい、ダノンカモンは、はい、まあ、いつもうるさいんですけど、はい、まあ非常にいい毛づやですしね、申し分ないですよ。どこもケチつけるところはありません。まあ、ランホルセに関して言えば、はい、まあ、多少、まあ、確かにうるさいですね。ただ先に入りましたね、ただね、以前に比べれば本当に友が良くなったなという感じですね。以前は本当歩様も、ね、悪かったんですけど、そういったところ全くないですし、シンボリクリスエスの子は少しぐらいちょっと テンションが上がってしまっても走るときありますから、これはダメだと言って切るのはちょっと危険かなと。まあ、横山典弘って人も一発かけて乗るという感じはしますしね、以前に比べればランホルスは馬は変わってますから、今日は少しうるさいですけど怖いとは思います。そして、まあ、ダノンカモンは落ち着いて歩いていましたね。そうですね、ある程度は、いつも通りですね、はい、それからオーロマイスターは調教をご覧になった方本当に評価高いですよね。まあそうなんですけど、ちょっと帰ってくるとき輸送でね、少しこう時間台風の時だったんで時間がかかったんで、まあ、その体を維持するのがね、ケムイさんがしっかりやってくれましたから今日は本当にいい体になってますけど、少し帰ってきた時細かったんで、まあ、それは今日クリアですね。それと今日もう両馬場になってますけど、雨が降ったというのはこの馬なんか持ってるかもしれませんね。時計早いのはもう待ってましたという馬ですから、はい、去年ねこのレース1分34秒8というレコードで勝ってますけど、そういう馬場が一番いいというのはもう陣営のというか、まあそういう話ですし僕もそう思いますから、はい、今日体絞ってきてます。シャープになってますから早い時計に十分対応できる体つきになってます、はい、そして、まあ、期待の3歳馬ボレアスまで上がりましたが、まとめをお願いいたします。そうですね、まあ、絞ればトランセンドとエスポワールシティの一騎打ち一点勝負してみたいですね。馬連でどっち勝つかちょっとね分からないところがあるんで、はい、実力的にはこの2頭が抜けてるのは間違いないと思うんで、馬連で一点勝負気持ちとしてはその一騎打ち、はい、マッチレースのような それを見たいと思ってます。はい、わかりました。野口さんどうもありがとうございました。失礼しました。さあ渡辺さん、近場と各馬が通ってますけれども、はい、まあ、先ほど、ね、ちょっとパドックの気配とするとランフォルセ、それからシルクフォーチューン、まあ、やや入れ込み気味という話がありましたが、はい、まあ、それも含めて相対的にはどんなことが言えますか？その各馬プラスの面マイナス面がありましたら補足してもらいたいんですが。いや、ほとんど、ね、有力どころ、特に、中央勢ですね、これは、とてもいい状態に、できる限りの、ね、はい、状態でここに持ってきたなというふうに思います。そうですか、はいはい、さあということで間もなく出走16頭、15頭でありますけれどもね、馬場に姿を現します。マイルチャンピオンシップナンバー今年は東京が舞台です。それではじっくりご覧いただきましょう。今日の東京競馬場のメインレースは第24回農林水産省賞典マイルチャンピオンシップ南部杯 G1 ダートコースの 1600m 戦、今年は15頭この東京競馬場で行われます。メンバーをご紹介しましょう。1番バーディバーディ、馬体重が482kg、前回の競争からマイナス6kg、鞍上はニコラピンナ57kg の騎乗です。2番は高知から遠征イーグルビスティ、馬体重462kg、前回高知から馬体重に変動はありません。鞍上は高知の赤岡修司57kg。
3番も高知の脇野カイザー、馬体重444キロ、高知の時からマイナス20キロ、倉金育康57キロの騎乗。4番ブラボーデイジー552キロ、前回大井の競争からマイナス13キロ、北村雄一55キロ。5番ランコルセは先に入場しています。馬体重478キロマイナス10キロ、横山範弘57キロ。6番ダノンカモン526キロマイナス2キロ、福永雄一57キロ。7番エスワールシチーも先に入りました。馬体重は496キロ、前回大井の競争からマイナス4キロ、松岡雅美57キロ。8番シルクフォーチュン458キロプラス4キロ、藤岡幸太57キロ。9番オーロマイスター、馬体重498キロ、前回からマイナス4キロ、吉田豊57キロ。10番は岩手から遠征ゴールドマイン、馬体重470キロ、前回盛岡の競争から数字ではマイナス11キロ、鞍上斉藤雄一57キロ。11番トランセンド、馬体重が518キロ、前回ドバイとの比較はありませんが、フェブラリーステークスからプラス4キロとほとんど変動のない馬体重での失走です。鞍上は藤田真嗣57キロ。12番大正ジェット、馬体重は562キロ、前回からプラス8キロ、芝山雄一57キロ。13番ロックハンドスター、岩手からの遠征馬、馬体重は456キロ、前回盛岡からマイナス2キロ、鞍上は菅原俊里57キロ。14番クリールパッション472キロマイナス6キロ、津村明秀57キロ。15番ボレアス468キロ、前回から増減はありません。武豊55キロの騎乗です。岩手競馬の復興支援の日、復興支援のためのそのメインレース、東京競馬場に舞台を移して今年は行われます第24回の農林水産省賞典マイルチャンピオンシップ南部杯ダートコース 1600m 戦。なおこの競争、スタートの合図に使われますファンファーレはこれまでに盛岡で使用されていたものと全く同じものを使用いたします。さあ、そのスタートまでもうしばらくお待ちください。